今皆さんに見えているもの、聞こえているものはダンサー森山未来くんのバイオフィードバックデータです。彼は友人ではありますが、今日はいわば実験動物としてこのプログラムに参加してくれています。この鏡の名前はリキッドミラーと言います。表面をよく見ると、音に応じて震えていることがわかると思います。心臓が打つたびに映るダンサーの姿も、体の境界も揺らいでいきます。音が大きくなるほど、この揺らぎは大きくなる。私という枠を超えて世界とつながっている感覚を持っているときに現れます。つまりガンマ波が強くなるほど境界も揺らいでいく、そういうことになります。つながることの心地よさ、つながることによる根拠のない安心感、そういうものをより強く受け取ることができるように私たちの脳は進化してきたのです。もはや私たちにとって生理現象としての個体の死は死であるとは言えないのかもしれない。私の存在した記憶が私たちから失われる、そのデータが破壊されることが死を意味するのかもしれない。そういう思考実験ができるのです。